しみ醤油の方が美味しいのでノーマルタイプはもう買わない。どうもポメキチパパです。朝6時、今日は早起きしたので早朝散歩に行ってみる。早起きは三文の得っていうからお金を拾うかも。ポメキチも金目のものを探してね。そういえばポメキチを飼い始めた頃は早起きして朝の散歩に行っていたのに、いつの間にか堕落してしまった。規則正しい生活を心がけたいところ。サムネイル撮影。これ飲む？ペットスウェット飲んでみる？ペロってポカリみたい。飲んでみる？ちょっと待てよ。匂いを確認。あ、なんかいい匂いする。ほら。フライングで飲んじゃった。ポカリスエットとは違う香りだよ。味見してみ、これ。味見してみ。よし。気に入ったみたい。ポメキチって水以外はミルクしか飲んだことないはず。ジュースは美味しいだろうね。美味しいか？
まだあるよ。まだあるんじゃない。原材料はポカリスエットに似ている気がする。水分補給は大事。たくさん飲んでね。美味しいか？どう？ごめん、ここ蚊がいるわ。逃げようか。逃げよう。案の定、蚊に刺されました。米吉パパは麦を持ち歩いています。もう10月なのにまだ蚊がいるんだね。もうそろそろ服を着せようかな。ファッションを楽しみたい。亀を探しています。草亀、マサオ、渋谷図書館周辺より脱走させてしまいました。米吉の嗅覚で探せたらいいのに。こういうところに落ちているかも。今日はこれでおしまい。じゃあ